これはこれは、ルーク様。覚えておられませんか。幼い頃一度バチカルのお屋敷でお目にかかりましたアルマンダインにございます。覚えてねえや。ルーク様はまだお小さかったですからな。仕方ありません。イオン様、アルマンダイン伯爵にはアリエッタの件をお話ししておきました。我がしもべの不手際お許しください。ダートからの誠意ある対応を期待しております。まあそうだ、伯爵から親父に伝令を出せないか。ご伝言ですか。伝書鳩ならバチカルご到着前にお伝えできるかと思いますが。それでいい。これから同志イオンとマルクト軍のジェイド・カーティス大佐を連れてくって。ルーク、あなたは資料がなさすぎますね。カーティス大佐とはネクロマンサー・ジェイドのことか。その通り。ご挨拶もせず大変失礼いたしました。マルクト帝国皇帝ピオニー旧姓陛下の名代として和平の親書を預かっております。随分貧相な施設なんですな。あまたの妨害工作がありましたゆえお許しいただければと思います。こいつら俺を助けてくれたんだ。なんとかいいように頼む。わかりました。取り急ぎ本国に鳩を飛ばしてみましょう。明日には船も出港できますゆえ本日はこの港でお休みください。お世話になります。やっと帰れるか。何気に大変だったな。まだ安心はできないわ。なんでですの。オラクルの襲撃があるかもしれない。あいつら先回りしまくってるからな。たく、うぜったらねえぜ。きっと大丈夫ですの。そうだといいのだけど。目覚めよ、早く我が声。痛え。ルーク様、グランツ要衝がお呼びです。甲板でお待ちくださいとのことですが。バン先生が。わかった。せっかくの船なのに頭痛とか来やがるし。たか、ま、でも悪くないかもな。海もすごいですの。周りみんな水だけですの。うぜえ、いちいちはしゃぐじゃねえ。僕、海は初めてなんですの。びっくりしたんですの。たく、海ったって大したことねえじゃねえか。やることもねえし飽きちまったっつーの。でもご主人様さっき悪くないって言ってたですの。ば、この豚猿、俺が喜んでるってのか。あ、もしも
自分が自分でなかったらどうします？は？何言ってんの？いや、我ながらバカなことを聞きました。忘れてください。今回のことでインゴベルト陛下の不興を買って和平が失敗しなければいいのですが。大丈夫だよ、叔父上にはちゃんと話をする。父上と母上にも頼むし。そういえばルークのお母様は陛下の妹君なんですよね。そういうこと。ま、安心しろって。変なこと聞いていいですか？何？ルーク様はティアさんのことどう思ってますか？うぜえ。そんな言い方よくないです。でも私にもチャンスがある感じでちょっぴり嬉しい。ルーク様大好き。変なこと言うなよ。ルーク様かわいい。あなたは正式なセブンスフォニマーじゃなかったのね。お前前もセブンスフォニマーがどうとか言ってたのか。それって結局何なんだ？家庭教師に習わなかった？知らねえよ、記憶がねえんだもん。記憶障害を起こしてるのは7年前まででしょ。その後は勉強しなかったの？他に覚えることが山ほどあったからな。親の顔とかさ。すべての物質にはフォニムが含まれていて、フォニムは6つの属性に分かれているの。なんだよ、教える気になったのか。このフォニムを星の近くにあるセルパーティクルと結合させると膨大な燃料になる。だからセルパーティクルを上空の音符帯に通して世界中に燃料を供給する半永久機関を作ったの。これがプラネットストーム。難しいな。それで？ところがプラネットストームは6属性のフォニムとセルパーティクルの突然変異を引き起こしたの。そうして誕生したのが7番目のフォニム。これがセブンスフォニム。これを用いて不術を操るのがセブンスフォニマー。なんだか途方もない話だな。でも俺はフォニマーじゃねえぞ。だけどあなたは私と超振動を起こした。セブンスフォニムを使う素養があるんだわ。これだけは先天的な素養だから。遅いや、ジェイドは使えないもんな、セブンスフォニム。ええ、セブンスフォニマーは数が少ないの。スコアを読むスコアラー、それにヒーラーもセブンスフォニマーね。要するに特別なフォニムを使える特別なフォニマーってことか。ごめんなさい。なんだよ、どうしたんだ急に。私、あなたの記憶障害のこと軽く考えていたみたい。今まで私あなたに意地の悪いことばかり言っていたわ。自分が恥ずかしい。別にそんな。本当にごめんなさい。
痛い。体が勝手に動く。なんで勝手に動くんだよ。ようやく捕らえた。誰だ。我と同じ力見せてみよう。お前が俺を操ってるのか。お前何なんだ。やっぱり幻聴じゃ。なんだよこれ。嫌だ。やめろ。ルーク、落ち着け。落ち着いて深呼吸しろ。そうだ、そのままゆっくり意識を両手の先に持っていけ。ルーク、私の声に耳を傾けろ。力を抜いて、そのまま。ルーク、大丈夫か？超振動が発動したのだろう。超振動、タタル渓谷に吹き飛ばされた時の。確かにあの力の正体も超振動だ。不完全ではあるがな。先生、俺どうなっちまったんだ。お前は自分が誘拐され7年間も軟禁されていたことを疑問に思ったことはないか。それは父上たちが心配して。違う。世界でただ一人単独で超振動を起こせるお前を木村須賀で飼い殺しにするためだ。もう先生待ってくれよ。何が何だか。大体超振動って。超振動はセブンスフォニム同士が干渉し合って発生する力だ。あらゆる物質を破壊し再構成する。本来は特殊な条件のもとセブンスフォニマーが二人いて初めて発生する。それを俺は一人で起こせる。今みたいに。そうだ、訓練すれば自在に使える。それは戦争に有利に働くだろう。お前の父も国王もそれを知っている。だからマルクともお前を欲した。じゃあ俺は兵器として軟禁されてたってのか。まさか一生このまま。ナタリア王女と婚約しているのだから軟禁場所が城に変わるだけだろう。そんなのごめんだ。確かに外は面倒なことが多いけど、ずっと家に閉じ込められて戦争になったら働けなんて。落ち着きなさいルーク。まずは戦争を回避するのだ。そしてその功を内外に知らしめる。そうなれば平和を守った英雄としてお前の地位は確立される。少なくとも理不尽な軟禁からは解放されよう。そうかな先生、本当にそうなるかな。大丈夫だ、自信を持て。お前は選ばれたのだ。超振動という力がお前を英雄にしてくれる。英雄、俺が英雄。着いたようだな。ここでバチカル行きの船に乗り換えだ。元気を出せルーク。未来の英雄が暗い顔をしていては様にならないぞ。はい。私はここで失礼する。アリエッタをダートの監査官に引き渡さねばならんのでな。
先生も一緒に行こうぜ。後から私もバチカルへ行く。わがままばかり言うものではない。だってよ、船はキムラスカ側の港から出る。キムラスカの領事館で聞くといい。ではまたバチカルでな。ティアマ、ルークを頼んだぞ。豚猿、こんなに可愛いのに。セブンスポニウム超振動か。そんなもんのために軟禁され続けてたまるか。でも戦争回避で俺の力を認めさせて英雄になれば自由になれる。ルーク、どうかしましたか？いや、なんでもねえよ。それより絶対に戦争回避しような。ええ、もちろんです。あとは領事館に行って船に乗るだけだね。ルークの大冒険もひとまず終了か。おいおい、大冒険じゃねえっつーの。それにバチカルについてもまだ終わりじゃねえぜ。そうそう、ルーク様にはバチカルについてもまだ重大な任務が。陛下への取り次ぎが残ってるか。私をご両親に紹介するという任務も。お、父上たちに会いたいのか。会ってけばいいんじゃね。マジ急展開の予感、キャハワー。よう分からん。あー、なんだかごちゃごちゃすげえ街。まあな、世界中のものが集まるって言われてるからな。マルクトからキムラスカへ輸出される農作物や薬草は必ずケセドニアの領事館で監査を受けるんだよ。当然キムラスカから輸出されるものも同じ手続きをしてるな。あなたが口にしていたもののほとんどはこうしてバチカルに流通していたのよ。へえ、ずいぶん長い旅をしてきてるんだな。まあ俺たちも同じだけどな。俺たちは野菜かよ。これはこれは、イオン様ではございませんか。前もってお知らせいただければ盛大にお迎えさせていただきましたもの。良いのです、忍び旅ですから。これだけのお屋敷ならオンディスクの解析機ぐらいありそうだよな。お目が高うございますな。確かに我が家には解析機もございますよ。それはいい。イオン様、例のフォンディスク解析するようお願いしてもらえませんか。お願いできますか。我らケセドニア商人ギルド、イオン様のためなら何なりと。このフォンディスクを解析したいんだ。お任せください。誰か。そちらのフォンディスクを解析して届けろ。かしこまりました。よろしく頼む。イオンはこいつと知り合いだったのか。
私どもは同志のお力で国境上にこうして流通拠点を設けることができたのでございますよ。商人ギルドはダートに莫大な献金をしているの。見返りに教団はケセドニアを自治区として認めさせているわけ。アスター様ってすっごいお金持ちですよね。私感激しちゃいました。わあ、私もこんなところに住んでみたいです。こちらが解析結果でございます。ありがとう。すごい量だな。船の上で読むか。では行きましょう。お世話になりました。何かご入り用の説にはいつでもこの私にお申し付けください。こちらにおいででしたか。船の準備が整いました。ヒムラスカ川の港へ。危ない。ガッ。それをよこせ。ここでいさかいを起こしては迷惑です。船、くそ、何なんだ。イラスカ、ルーク様、出発準備完了しております。急いで出航しろ。は、追われてるんだ、急げ。足を踏みましたね、シンク。あんたか。あとはこの私に任せなさい。超ウルトラスーパーハイグレードな私の符号で、あの陰湿な論言メガネをギッタギタの。待ちなさい。私の話がまだ終わっていない。あのガイとかいうやつはカースロットで怪我してやった。いつでも苦靴にできる。あんたはフォミクリー計画の書類を確実に始末してよね。ムキー、偉そうに。覚えてなさい。復讐日記につけておきますからね。ここまで来れば追ってこれないよな。クソ、烈風のシンクに襲われた時書類の一部をなくしたみたいだな。見せてください。同位体の研究のようですね。 3.141592653589793238436。 これはローレライのフォニム浸透数か。ローレライ？同位体？フォニム振動数？わけわからねえ。ローレライはセブンスフォニムの意識集合体の総称よ。フォニムは一定以上数集まると自我を持つらしいですよ。それを操ると高等符術を使えるんです。それぞれ名前がついてるんだ。ファーストフォニム集合体がシャドウとか、シックスフォニムがレムとか。
ローレライはまだ観測されていません。いるのではないかという仮説です。はあ、みんなよく知ってるな。まあ常識なんだよ本当は。仕方ないわ、これから知ればいいのよ。なんかティアってば突然ルーク様に優しくなったね。そんなことないわ。そうだ、フォニム振動数はね、全ての物質が発してるもので、指紋みたいに同じ人はいないのよ。ものすごい不自然な話の反らせ方だな。ガイは黙ってて。同位体はフォニム振動数が全く同じ2つの個体のことよ。人為的に作らないと存在しないけど。まあ同位体がそこらに存在していたら、あちこちで超振動が起きていい迷惑ですよ。同位体研究は兵器に転用できるので、軍部は注目していますね。昔研究されてたっていうフォミクリって技術なら同位体が作れるんですよね。フォミクリって複写機みたいなもんだろ。いえ、フォミクリで作られるレプリカは所詮ただの模造品です。見た目はそっくりですが、フォニム振動数は変わってしまいます。同位体はできませんよ。なあ、もうわけわかんねえ。難しい話はやめようぜ。あ、その書類はジェイドが。大変です、ケセドニア方面から多数の魔物と正体不明の符号反応が。いけない、敵だわ。仕方ありませんね。そうでだ。手段を選んじゃいられないんだ。やっぱりイオン様と新章を木村塚に届けさせまいと。船ごと沈められたりするんじゃねえか。ご主人様、大変ですの。ミュウは泳げないですの。うるせえ、勝手に溺れ死ね。しかし水没させるつもりなら突入してこないでしょう。じゃあ船を乗っ取るつもりだ。やれやれ、制圧される前にブリッジを確保しろってか。そういうことです。オラクルのやつら、そんなに戦争させたいのかよ。めんどくせえな。面倒くさがらずに行きますよ。もうどうして襲ってくるの。海上で襲われたら逃げ場がないわ。もしかしたら敵の狙いはそこだったのかもしれないわね。ただ無計画なだけでしょ。あれ大佐、なんだかテンション低くないですか。さっき自分で面倒くさがらずって言ってたのに。気のせいですよ。それこそ面倒なことになる前にブリッジに急ぎましょう。そうね、急ぎましょう。この一見計画性のありそうな、そのくせうさんくさい襲撃、私の予感が的中しなければいいのですが。
敵のボスはどこにいるんだよ。とっとと終わらせようぜ。はあ、野蛮な猿ども、とくと聞くがいい。美しき我が名を、我こそはオラクル六人称バラの。おや、花垂れディストじゃないですか。バラ、バラ、バラのディスト様だ。死神ディストでしょ。黙らっしゃい。そんな二つな、認めるか。バラだ、バラ。なんだよ、知り合いなのか。私は同じオラクル騎士団だから。でも大佐は。そこの陰剣ジェイドはこの天才ディスト様のかつての友。どこのジェイドですか、そんな物好きは。なんですって。ほらほら、怒るとまた鼻水が出ますよ。けー、出ませんよ。アホらしい。こういうのを置いてけぼりって言うんだな。まあいいでしょう。さあ、フォンディスクのデータを出しなさい。これですか。油断しましたね、ジェイド。差し上げますよ。その書類の内容は全て覚えましたから。むけー、猿が私を小馬鹿にして。この私のスーパーウルトラゴージャスな技を食らって後悔するがいい。殺して死ぬような男ではありませんよ。ゴキブリ並みの生命力ですから。それよりブリッジを見てきます。俺も行く。女の子たちはルークとイオンのおもりを頼む。あれ、ガイってばもしかして私たちが怖いのかな。違うからな。俺たちは怪我をしている人がいないか確認しましょう。そうですね。平和の使者も大変ですよね。本当だよ。お初にお目にかかります。キムラスカ・ランバルディア王国軍第一師団師団長のゴールドバーグです。この度は無事のご帰国おめでとうございます。ご苦労。アルマンダイン伯爵より鳩が届きました。マルクト帝国から和平の使者が同行しておられるとか。ローレライ教団同志イオンです。マルクト帝国皇帝ピオニー旧姓陛下に請われ親書をお持ちしました。国王インゴベルト六姓陛下にお取り次ぎ願いますか。無論です。皆様のことはこのセシル将軍が責任を持って城にお連れします。セシル少将であります。よろしくお願いいたします。どうかしましたか。私はガイと言います。ルーク様の使用人です。
ローレライ教団オラクル騎士団情報部第一小隊所属、ティアグランツ教長であります。ローレライ教団オラクル騎士団ホンマスターガーディアン所属、アニスタトリン総長です。マルクト帝国軍第三師団師団長、ジェイド・カーティス大佐です。陛下の名代として参りました。貴公があのジェイド・カーティス。ケセドニア北部の戦いではセシル将軍に痛い思いをさせられました。ご冗談、私の軍はほぼ壊滅でした。皇帝の懐刀と名高い大佐が名代として来られると。なるほど、マルクとも本気というわけですか。国境の緊張状態がほど戦争開戦時より厳しい今、本気にならざるを得ません。おっしゃる通りだ。ではルーク様は私どもバチカル守備隊とご自宅。待ってくれ、俺はイオンから叔父上への取り次ぎを頼まれたんだ。俺が城へ連れて行く。ありがとう、心強いです。ルーク、見直したわ。あなたも自分の責任をきちんと理解しているのね。承知しました。ならば公爵への使いをセシル将軍に頼みましょう。セシル将軍、行ってくれるか。了解です。よし、これで英雄になるチャンスができたな。ではルーク、案内をお願いします。もう行くぞ。